ちょっと狂ってるんで、ではね、次のミーム行きたいと思います。はい、さ、先輩、これを一緒にやってほしくて、次のミームに行く際にですね、私がパンパンって手を叩くので、そしたら一緒に NEXT ミームって言ってほしいんですよ。あ、OK ってか NEXT ミームで合ってるけど、そうです、次のミームへっていう意味ですね。OK ベコ、OK ベコ、お願いします。パンパン NEXT ミーム、 NEXT ミーム、やだー、お願いしますな、どういうこと、どういうことペコだ。これはペコラ When creating ペコダウン Villager Training Center and casually committing war crimes。 これムキムキのペコラ先輩がいますけど、ここには何と書いてあるかと言いますとペコダムや、あの Villager 村人のトレーディングセンター、これマイクラの話ですね。あー、ペコダムだからか。などね、そういったものをね、作成して committing war crimes、 ちょっとなんかあの戦争を起こしている時のペコラ先輩すごいアイドルらしからぬ話してるペコなんですけどWait, is she an idol? ねえ、すごいプロレスラー並みのなんかすげえ体してないペコか。ゴリムキですね。ねえ、ゴリムキ。それに比べて右がどうしちゃったのってレベルペコですけど、ちょっと見てみましょうか。ペコラ when trying to explain her fans that her greeting is どうもどうも and not almond almond。こちらはですね、ペコラ先輩 trying to explain、 どうもどうも、彼女の一番最初の挨拶であるどうもどうもがアーモンドアーモンドではないことをファンに説明しようとしている時のペコラ先輩泣いてるペコじゃん、そのと。どういうことねえかこんなにこんな泣きながら説明したことねえペコだけど、そういう風に見られてるってことペコなの？そういうこと、それぐらい弱々しく見えてるらしいです先輩、これどうもどうもの先輩のどうもどうもが海外に来にはアーモンドアーモンドに聞こえるらしいですが、え、待って、会長も聞こえるペコだ、一回やってみてもいい？お願いしてもいいですか。うん、コンピコカンピコカンピコ、ハロライブ3期生のサダンペコラピコンとアーモンドアーモン。あ、それはアーモンド、あった、アーモンドって英語の発音で言うとアーモンドアーモンドなんですよ。アーモンドアーモンド、ちょっとドアーモンドアーモンド、ちょっともう一回お願いしていいですか。ドアーモンドアーモン、ドアーモンドドアーモンド、私ドアーモンドアーモンド、アーモンドアーモンドって言ってるんですけど、どうですかこれ。そういうこと。そうなんですよ、アーモンドアーモンドにドドア、これ海外に行け、海外に行け、コメントアーモンドまみれですね、これアーモンドですねアーモンドに毒されてるペコなんだけど、え、そんな聞こえるペコなのかな。 Did you guys hear it?Did you guys hear it? Almond? Is it almond? やっぱアーモンドですね。なんなどうもどうも、オッケー、どのアーモンド、どうもどうも、え、言い方かな、え、かしらどう言い返したらさ、どうもに聞こえると思うってか。どうもどうもどどうもアーモンドアーモンド、ちょっと難しいっすねこれアーモンドやんって言われてますよもういいか、アーモンドでもな、仕方ねえってこと。アーモンドで行くってのいいんじゃないですか。アーモンドアーモンドで、もういい、開き直っちゃう、それもあるペコだよね確かに、そうしようかな、開き直ろうペコかなでもとりあえず海外に来たらちょっと軽く説明をHer domo domo in Japanese means, well, it kind of like a really, really light way to say hello and a hello、ちょっと挨拶をね、こんにちはの軽い意味ですよね、どうもっていうのは。そう、ね、Yeah、うん、And it kind of sounds like yes, it kind of sounds like almond But it's not, it's a どうもどうも Not an almond almond well, But the way she says it でもペコラ先輩の言い方はやっぱりアーモンドアーモンド、最後に一発お願いします。アーモンドアーモンドで、はい、いつペコね、アーモンドアーモンドカンピコカンピコカンピコ、ハロライブ3期生のうさだペコラペコアーモンドアーモンド。あ、おかしくない？これちょっとおかしいっすね、やっぱりおかしいペコだよね、やっぱどうもどうもペコだよねいや、ちょっとここ騙されねえぞって言ってる。いや、私の説明は合ってるよえ、マジ違う説明してるペコなのか。一応ちょっと頼むペコだよYou can't fool me, Coco. 私は騙されねえぞって。いや違う、本当にアーモンドって言ってるわけじゃない、本当にどこんにちはの軽い意味なんだってば。だって海外に信じてないですね
なんでペコだよ、信じてくれペコだよ。信じてくれないですペコ。まあペコラ先輩、うん、ペコアーモンドアーモンド、いやこんな疑惑が投げられてるとは知りませんでした実は。あね、そうなんかペコラもちょっと前にリスナーさんがでも海外に来だったのかわかんないペコだけど、アーモンドに聞こえるねっていうのは言われてて、実はあそうだったんですか。そうそうそう、ずっとなんかドームじゃなくてアーモンドってなんで言ってんだみたいな感じの人もいたペコだから、やっぱ聞こえる人には聞こえてたんだなって思ったペコ。海外に来はやっぱアーモンド、どう考えてもアーモンドってコメントでは言われてるですね。あそうか、couldn't even tell the difference、 違いがわからんって言ってます。違いが分からん、嘘でしょ。やっぱ分かっていないようですね。分かってもらえる日が来るペコかな、これは時間をかけて。そうペコだね、時間をかけて